はい、おはようございます。今日はね、今日はね、岐阜県今からね、飛騨行きたいと思っております。白川郷まで。今日は白川郷です。すげえ長い。あれスキー場、すげえ長いやん。あ、パノラママデータ。はい、ムイ君が、昼間の高原用のちょっと人気のソフトクリームを買いました。350円。そう、ほんとやこれ350円。うん、さぞ美味しいでしょう。の食べてください。味見はデビューしてください。でもミルクの味が濃厚で美味しい。普通やろ。どう、あのミニストップのソフトクリームってどっちがお前やろ。スガキヤとか。おー、だいぶそれらしきものになってきた。ミツちゃん、ご苦労さん。うわ、やっと来たよ。ほらほら、すごい。俺らあそこ、あそこで降りただけなのに。完全になんか観光スポット扱いになってんな。すげえ。何あの人、めんどくせえ。金取るの？また1000円か。絶対見どころないってわかるじゃん。開けたって。1000円。UFO ガイド。わざわざ何渡されたかと思ったら。俺もやて。何やこの親父と思った俺。うわ、何輪とか群馬とかおめえ。なあ、熊谷とか山梨、松本、トヨタ。どんななっとんねん、ここ。なんかほんまや。だろう。いや、群馬とかその辺と一緒だなみたいな悪口言うかと思った。違うわ。群馬こんなに開けてないよと思ったもん。やばい。群馬はもっとなんか狭いもん。道路長野県なんかも大通り一本しかねえやねえか。よし、着いた。やったー、白川郷。白川郷、あの橋の先に白川郷あんの。あ、もうあっちでも少しある。うん、トイレは決まった場所で。当たり前やろ、何を言うとんねん。歩きタバコは現金。あ、うん、柿現金。カバン持ってこ。そう、何かしら荷物増えるでしょ。だってそのちゃんとこれもあるし。あ、そっか。え、違う、このパンフレットさ、うん、これあの本みたいになってると思ったの、うん、開いてみたらさ、文字びっしり。ようこんなん書いたな。うん、さあ、ムイ君の初の白川郷、どうですか。なんていうかさ、うん、重要なんていうの、文化財的なのに指定されてる割にはさ、うん、全部お土産屋になってないか。そうだね。まあ確かにな、民家やからな。普通に住んどった時は
なっちゃったっていうだけやからな、はい、思ってたのと違うっていう感想が出てるんだけど今俺もあるとこ全部お土産屋さんなんだけど、うん、まあいやショックやな。いや違うよ、本当に。悲しいかな、観光名所の意味合い変わってくると思うんだから。なんだろうな、さっきのソフトクリームの中でこのなんか観光スポットだったわ俺の中で。そうよ。今残酷なこと一つだけ言っていい？何？ディズニーランド、ディズニーランドに来た子供みたいになっとる、うん、もう帰ろうよ。でこれに、ね、何駐車場1000円払って帰るの俺ら。そうだよ、持ってねえなー。これが一番高速の方がまだおめえお金は価値観あった俺。